トマベ知識認定コーチの西村です。本日はこちらの本のご紹介です。じゃん、大前健一さんの低欲望社会です。私大前健一さんの本って結構読んでると思います。言わずと知れたマッキンゼーの日本支社長さんだった方です。プアジュを取り上げたもんなんですね。若者に広がってる。で、プアジュを税金とかいろんな面でこういった表とかグラフとかで解説したって非常に分かりやすいです。危機感ばっかりやたら煽るのどうよみたいなご意見もあろうかと思うんですけど、やっぱりさすが大前健一さん、バッサリ切っててすごく表現分かりやすいです。特に私気になったのはですね、先進国で婚外子、つまり結婚の枠組みの外で生まれている子供っていうのが3人に1人とか2人に1人になってるのに、日本って全然なんですよね。 2.1% しかいないんですって。これって何意味してるかっていうと、下ろしちゃってるってことなんですよ。これ問題なんじゃないのって。大いに問題あると思いますよ。日本遅れてるぜって感じです。戸籍制度があるせいなんだっていうことをはっきり書いてらっしゃって、こういうことバッサリ語れる方って結構少ないと思いますよ。貴重です、貴重。あとは海外の最新事情、税金のとかっていうのがきちんと書いてあるのが素晴らしいです。あとは結構農業改革とかに踏み込んであるんですよね、後半。そういうところがすごい分かりやすいです。あとドイツのマイスター制とかも、解説してあって、就職のって言いますか、雇用対策にこういう手があるよみたいなのが、先進事例書いてあって、非常に私は参考になりました。サクサク結構読めてしまう本だと思うので分厚いんですけど、トライなさる方はぜひ。そんな感想でした。